つぼみという曲で締めたいなと思いますが、この曲もですね、いつもいろいろ語らせていただきますが、私が初めてですね友達に向けて作った曲で、ちょうど本当にこういう、これからの卒業のシーズンだったりにも合うのかもしれないですね。ちょっと歌詞を聴いていただけるといいな、嬉しいなと思います。それでは、この後も楽しんでいってください。トルコの音でした。つぼみを聴いてください。今初めて伝えたいこと、恥ずかしいけど歌います。時も許し合って、一緒に手と手取り合って、同じ時間。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。